インヒアレント・バイスは、トマス・ピンチョーンの小説、L.A. バイスを原作に、ポール・トーマス・アンダーソンが映画化した2014年のアメリカ映画。第87回アカデミー賞では、脚色賞と衣装デザイン賞にノミネートされた。また、第72回ゴールデングローブ賞では、ホワキン・フェニックスが主演団優勝にノミネートされた。1970年。 ラリ・ドックスポーテルロは、ロサンゼルスのゴルディータビーチで、私立探偵を営んでいる。この映画で、ドックは3件の事件について、調査依頼を受ける。ドックは、ミッキーのチャンネルビューエステイツプロジェクトという、宅地開発計画の建築予定地を訪れる。そこで建設中のマッサージパーラー店で、ジェイドとバンビという商婦と知り合うが、野球のバットで殴られて気を失ってしまう。 目を覚ますと、ドックの隣には、チャーロックの死体が横たわり、その犯人の疑いをかけられ、ロス死刑の刑事、ビッグフットに尋問される。三件の事件の裏には、ザ・ゴールデン・ファングというヘロインの密輸組織が関与していた。カッコ内は日本語吹き替え2010年12月、アンダーソンが、L.A. バイスを原案とする映画の制作を望んでいる、ことが初めて報じられた。 この数ヶ月前に監督作、ザ・マスターの制作が延期になっているが、それ以来アンダーソンは本作のために脚本を書き続けていた。2011年2月までにアンダーソンは脚本の第一項を完成させ、第二項の半分以上を書き上げた。2012年9月、アンダーソンは脚本は執筆中だが、近年中にインヒアレント・バイスの制作に取り掛かりたいと表明した。 アンダーソンは本作を緻密な素晴らしく熟考された物事が想像しうる中でも最高にくだらないジョークの中で混ざり合っていると表現している。ピンチョンの作品が映画化されるのは本作が初めてである。アンダーソンはかつてピンチョンの小説バインランドの映画化を試みたことがあったが挫折している。本作のエンディングは原作から大幅に変更されている。 アンダーソンは、本作を監督するにあたり、ロバート・アルドリッチ監督の映画、キスで殺せ。や、レイモンド・キャンドラー原作の映画、三つ数えろ、ロング・グッド・バイから影響を受けたことを明かしている。2011年秋、オズ・始まりの戦いを考案したロバート・ダウニー・ジュニアが、本作のドッグ役に興味を持っていることが報じられた。同年12月、 ダウニー・ジュニアは今作への出演について、おそらく実現するとコメントしている。2013年1月、ダウニー・ジュニアがプロジェクトを退き、ホワキン・フェニックスが主演のための競技に入ったことが、報じられた。2013年5月上旬、ベニチオ・デル・トロ、オーエン・ウィルソン、リース・ウィザースプーン、マーティン・ショート、ジェナ・マローンが出演のための競技に入ったことが、同月下旬には、 ジョシュ・ブローリンとキャサリン・ウォーター・ストンがキャストに加わったことが報じられた。本作のスコアは、レディオヘッドのギタリスト、ジョニー・グリーンウッドが担当する。スコアは、ロンドンのロイヤル・フィル・ハーモニー管弦楽団と共に、録音された。グリーンウッドが、アンダーソン作品のスコアを手掛けるのは、ジェア・ウィル・ビー、ブラッド、ザ・マスターに続いて3度目である。本作は2014年10月4日。 ニューヨーク映画祭でプレミア上映された。同年12月12日に限定公開された後、2015年1月9日には全米の映画館で公開された。本作はむね肯定的な評価を得ている。映画批評サイトロッテントマトズには222件のレビューがあり、批評家支持率は74%、平均点は10点満点中7.1点となっている。 また、メトクリティックには43件のレビューがあり、平均点は100点満点中81点となっている。イグノのマットパッチスは本作に10点満点中8.9点を与え、非常に魅力的で今年最もグルービーな映画の一つであり、本作は濃密でまた理解しにくく、確固とした試作はほとんどない、驚くほど価値のある感覚を味わうことができ。 繰り返し干渉したくなると評している。ありがとうございます。